おはようございます。本日はイギリス冬季2日目でございます。あ、正確には3日目ですね。はい、なんですけど動画にするのは2日目なんですけど、今日はですね、あいにくの天気、はい、イギリスらしいですね。曇り時々雨なんですけども、今からですね、また昨日のお友達と、合流して、そこからですね、なんか観光地らしきところを巡っていけたらというふうに思ってます。冬季はね、やっぱね、ビーチが有名なんで本当は海に行くのがいいんですけど、ちょっともう海の天気じゃないっていうのと、今回は海以外の観光をしていければと思います。でもね、街自体はとても綺麗で、ロンドンなんかよりもはるかに、イギリスっぽいっていうか、いい感じの家とかが並んでいる場所ですね。はい、気温はですね、やはり今年2022年はですね、とても暑いので、夕方はやっぱり半袖では厳しいんですけども、それでも通常に比べたらかなり暖かい夏になっていますね。ちょっと今からバス停に向かいたいと思います。貸し切り状態です。なんかのハーフオープンみたいな、半分だけ空いてるんですけど、海岸沿いに来ました。すごいですね、壮大。お待たせしました。お待たせいたしました。いや。おお、すげえ。なんかあれだね、東武ワールドスクエアみたいな、デスレスアベニュー。これがね、こういうのがあるんだ、多分どっかにあるんでしょ、これが。適当。これおもろいな、こいつらがいるってことだもんね。ワンディ、どちらかというとこの手前じゃねと思ったんだけど、これがワンディじゃない。でその奥が多分レディーガガでしょ。ジャスティンビーバーやべえ、どれがジャスティンかわかんねえ。俺この手前のセキュリティが一番かっこいいと思うんだけど。いやでもよくできてんな。お、電車動いてるよ、すごくね。多分だけど、このザ・ビレッジグリーンっていうのがどっかにあるんだよな。ほら、これがロールモデルになってるから多分あるんだよ。ただどこにあるのか。でもこの街綺麗だな、すげえな。この国らしいじゃん。何これ、ストライキなんでだよ、置いとけや。あのグーグルチャッチ、グーグルチャッチ、グーチャッチ。あのモーターサイクル、あ、コスタレッドコーヒー、なんだそれ。ここにリドル。グーグルじゃなかった。ゴーグルとリドルじゃなくてリットル。で、あれもアップルじゃなくて梨だわ、梨。マークス&スパークス、マークス&スペーサーがマークス&スパークスになってるわ。これはおもろい。なんかすごい荒れてるけどね。脱走してる、あれ。なんか自分で撮るせいなの、これ。これ持ってないの、これ。ボール、2個ぐらいある。あれの右サイドに。ああ、逆にその手がある。あ、バンクシーだ。バンクシー。
あ、すげえ更新してるよ、ロンドン。あ、エリザベス女王乗ってんじゃん。エリザベス女王乗ってるやん。では戻りまーす。なんかめっちゃギリシャみたいだな。ね、白や。グリース。確かにここを先行ったらめっちゃ綺麗かもしれない。行ってみる？せっかくだし。すげえ。てかみんな来てんだろうな、ここ。えぐ。うおー、すげえ。うおー、最高。ホライゾンすごいよ。そればっかやんかい。ちょっと待って、ホライゾン取らないと。そればっかやないかい。おー、最強。